東日本大震災から丸13年が経ちました。震災後の津波で尊い命が奪われ、未だ多くの人の行方が分かっていません。娘に会いたい、諦めきれない思いを抱えながら、毎月月命日に福島県の南相馬へ通う上越市の夫婦を取材しました。優しく微笑む娘に毎日語りかけてきました。あともう少しだけ待っててねって、もうじき行くよって言ってるんだけど、もうそんな年になっちゃったの、ね、ちっちゃん。上越市に住む渡辺菊江さん、娘の千鶴さんは13年前福島県で津波にさらわれ、まだ見つかっていません。初めのうちはさ、骨の一本でも上がってくれりゃいいなと思ったけど、もうダメだよね。菊江さん、夫の実さんとともに毎月訪れる場所があります。あの子が待ってると思うと、やっぱりいかんくちゃと思う。千鶴さんの嫁ぎ先、福島県南相馬市です。お母ちゃん、ちゃんと一緒に行くんだぞ。ここには千鶴さんと一緒に自宅にいて津波の犠牲となった義理の母と義理の祖母も眠っています。いつも見つけてやれなくてごめんねって言ってるの。かわいそうでしょ、こんな寒いのにあの海の中にいるかと思うとね。千鶴さん、子供の頃から話し出すと止まらないほどおしゃべり好きでした。すぐあったかくなるよ。ビーキに来てね、みーちゃん、いやってこうやってるのが可愛いのね。おちょまげして明るいかったの、この子は。上越市内の病院で看護師として働いていた千鶴さん、夫の仕事の関係で震災の半年前に南相馬へ移り住みました。13年前の今日、福島では地震や津波に加え原発事故が発生するなど甚大な被害がありました。いまだ福島県内では196人の行方が分かっていないといいます。まさか娘がさ、そんなになってると思うんでしょう。ずっと東京電力原発のとこだけしか映ってこなかったからね。ミノルさんが震災当時から記録してきたノートです。嫁ぎ先へ何度電話してもつながらず、ようやく義理の父と連絡がついたのは地震から2日後の朝。避難所ほか行きそうなところを見回ったが、千鶴、玉江、母の3人が見当たらない。無事でいてほしい、祈る思いでたどり着いた南相馬。目にしたのは想像を絶する光景でした。そうだね、これが鉄塔で、鉄塔のこっちに車があって、この手前が竹やぶ、それで母の発見場所が下水のところだったね。この辺りなのかな、うん、義理の母は下水の中で、義理の祖母は土手の上で見つかりました。でも千鶴だけが、
車で寝泊まりしながら早朝から日が暮れるまで家の跡地や病院、遺体安置所に通いましたが、手がかりはありませんでした。ただ泣いてちいちゃんって呼んでるだけだよね。かわいそうにと思った。黒い波、屋根の上からドーンと怪物みたいの来て、うちと一緒にいなくなったせってさ、向こう の, あの高いどこに先逃げてた人教えてくれたの。そういう時、流さんちゃったんだなと思って。怖かっただろう、寂しかっただろう。毎月11日、千鶴さんのいる海へ通うようになりました。震災から10年となる3年前の3月11日、波に乗って砂浜へ来るんだよ、ママの前に出てきなさいよって言ってるんだけど、いつまで生きられるか分かんないけど、あれから3年、渡辺家にはある変化が。これおばあちゃん知るから、光くんできないもん。よいしょ、父よ。孫の光くんです。千鶴さんの兄の子供で、お一個にあたります。今2歳半、毎朝一緒に手を合わせます。チンチンって、はい、ここ置いてください。はい、生々してください。キーちゃん、はい、はい、ありがとう。はよし、はよ、孫の成長。赤二人に楽しみができました。人懐っこい。11日の日もあるんだけれども、うちの中としては孫がいて、あと周りに我々がいて、しずるのことを思わんでも、孫のことで和らげられたかなというふうには思うんだけどもね。今年の元日、ミノルさんとキクエさんが暮らす上越市も震度5強を観測。海から近いこともあり、津波を逃れるため一時高台へ避難しました。留守にしている間、また地震が襲うのではないか。一緒に住む息子夫婦や孫のことを考えると、1月と2月の11日、月命日には南相馬へ行けませんでした。バッテリーは上がってるっていう。あれだね、2ヶ月も乗らんと。それでも3月11日には、今年78歳になりますが、体力が続く限り通いたいと言います。女房やっぱり福島へ行かないと娘には会えないという、そういう気持ちが気持ちを持ってるんでね、やっぱりつんてってやるしかないかなと思ってます。だって美濃さんいなくなれば私行けないし、美濃さんが運転できなきゃ私一人で行けないし、動かれるうちは行ってやりたいなと思って。
稔さんいる限りね。庭の桜の木、千鶴さんが中学に入学した時に植えた記念樹は毎年きれいな花を咲かせます。娘のいない春がまた訪れようとしています。